どうやってインターネットの中である程度のルールを持って確保するような環境を作りたいかということそなんれではすが、教育じゃないですか。人がどう考えるかであって、別にサービスの提供者がやることではないです。まさしくそこですよ、そこ。だから個々の北人脇間さがんどうするは、かっていうのを、なんでサービスの提供者の責任にしてるのかっていうのが僕分かんないそんでこすですよ。よね。だからそこが多分私とひろゆきさんの大きな多分議論の分かれ目で、私はある程度サービスの提供者が場を作った時には、そこのルールを規定しないと荒れてしまうと思ってるんですよ。そう、荒れるってどういう意味ですか？実際、じゃあ2チャンネルで非常に有益なスレッドもあって、面白い議論もあれば、まさしくその、なんていうんでしょう、鬱憤晴らしのための批判であるとか、揚げ足取りみたいなスレッドもたくさんありますよね。それは正しいですか、認社識会っとてしそんて。なもんじゃないですか。居酒屋とか行ったらみんなそんな話してるじゃないですか。ただそれが陰口が、ある程度インターネットは私拡声器だと思っているので、いいことも悪いことも増強されますよね。で、実際その悪いことに対して、例えば私がやってる、例えばクロストークというコーナーでは、基本的にその新聞に対する言論ということで、実名、もちろんそれが本当に戸籍名なのかどうかという議論がありますけれども、まあファーストネームとラストネームをきっちり書くような形でお願いしてるんですよ。で、ファーストネームとラストネームを書いて、誹謗中傷を書いた人がいました。でも結局書いた人が誰だか分かりませんっていうのが問題じゃないですそれか。は IP アドレスのまさしくその請求をして開示してたどることは可能ですよね。だこからっれていはう間の違ってながいですトよレーね。サビリティとしてあれば十分であって、別にその山田太郎って名前なのか、ジョナサンなんちゃらって名前なのかってコスどうトでのもいい問題こでとだすと思うんよ。です例えばそこら辺に道にゴミを捨てる人がいますと、ゴミはゴミ箱に捨てる方がいいですよさっね。きのクロストークの話で、その山田太郎なのか、名無しさんって名前なのかって、コスト一緒ですよ、で、名無しさん書い山た田人太の。郎であれば、それが匿名である概念、概率が非常に高くなりますよね。戸籍名が名無しさんである可能性は低いですよだかね。ら？だからコストの問題だと言っいてるんや、です。コストは IP アドレス請求して、その人が誰か調べるコストは全く一緒ですよね。だからそこに行く必要があるかどうかを判断するコストとして、行く必要があるそコのストって IP ア何ドですレスか？の請求までする必要いや、があるそれかどうはかと。書いたものが IP アドレス請求する必要があるんだったら、名前はもうどうでもいいじゃないですか。名無しさんでも山田太郎そんでなも。ことないですよ。このコストの問題をやはいりや、コ議スト論はし一緒たいんでですすよよ。ね。一緒じゃないですよ。え、私なんがで例プロえバイば、ダーに請求するコストは一緒じゃないですか。だからそれで2日とか待たなきゃいけないですよそね。れそがのじ行動ゃあ、を起こさなきゃいけ山ないで田す太よ郎になっね。てたとしても、その山田太郎がどこの誰じだかゃあ分か聞きんまないすじゃよ、ないひですろゆか。きさん。ビジネスしますよね。ビジネスした時にひろゆきさん名刺渡さない。今日さんざん忘れましたけど、持ってる時は渡しますよ。ですよね。じゃあ名乗していいんですか、名前も名乗らずに。それで、いや、名前を名今乗らず全然違に、う話してま違いすまよす。ね。リアルでは、ちゃんと名前を名乗って、自分がどういう人だかを開示して、相手の信頼を得ようとするのに、なぜインターネットだけ匿名でいいんですか？別にインターネットでも名前名乗りたい人は名乗ればいいと思いまですもよ。名乗らない例えば人。今日僕スタッフいろんな人会ってますけど、名前言って会話した人って多分4、5人で、後のスタッフ誰も名前知らないですそれはクローズだからですよ。この環境が今テレビ東京の天王洲スタジオというところにいるわけですから、明らかにこの出来美人の制作関係者しかいないということがある程度担保されている上のじゃあ、例え名ば前じゃ公ないで開すのイよ。ベントやってる時に、スタッフか一般の人か分かんないじゃないですか。それ全部名刺交換するんですか？インターネットの話をしてるんですよ、今。じゃあ、インターネットの話はインターネットの話してください。なんか今、リアルの話に要は変えでたの、す、勝間さんですよ違いますね。リアルな話の対してのインターネットが謝罪であることに、なぜ謝です罪？ね。なんすか、謝罪って。ダメだこれ。すいません、なんか言す葉い知まらせなくん。て。多分ですね。なんかよくわかんない、例えば謝罪って言葉の意味僕知らないんですけど、一般的にも多分そんなに常識的な言葉じゃないですよね。それを持ち出してダメだこれって言われても、違いまあ、ます確かに違います。僕ボキャブラリー少ないかもしれないですけど、それはなんか人呼んだ人に対して失礼じゃないですか。違います。私が言いたいのはですね、ひろゆきさんと私の多分ですね、価値観とかポリシーの違いがあって、それに対してですね、何か議論をこう2人で戦わせようとすると、お互いに自分のフィールドに逃げてしまって、いや、でその別に例え僕逃話げがて始ませまんるんよ。で。じゃあ、さっきの、インターネット上の名前の話で、トレースできるかどうかは、名前と名無しさんでもコストは一緒ですよね。はい、家で答えてください。要は、プロバイダーに対して、こういうことがありました。トレーで、スいいですか？住所を知りたいかどうかっていうコストは一緒ですよね。トはレーい、家、ス、どちらですか？言います。はい。トレースを必要とする場合には、はい。ただ、トレースを必要とするかどうかという判断がその前に入りますので、その分のコストが軽減されます。じゃあ、山田太郎って書いてて誹謗中傷してるのと、名無しさんって書いてて誹謗中傷してるので、内容は一緒ですよね。どちらもトレースを請求します。はい。じゃあ、一緒じゃないですか。トークは白熱していますが、ここで一度コマーシャルです。ここまでは日本経済新聞社の提供でお送りしました。
若年層の人たち、若い人たちが今なかなかですね、こう少子高齢化の中で元気がないと言われてるんですけれども、若い人たちがこれ元気になるためにはどうしたらいいんですか？元気にならなきゃいけないんですか？そこですよね、やっぱり、困ったんですよ。実はテーマとして雇用促進というのを話そう、あれ若者に対して企業をもう少し促進することをどうやったらいいかということをですね、議論にしようということを予定していたんですが、会社側が求人出してバンバン雇えばいいんじゃないですか？雇用促進ですよね。じゃあ例えば若い人たちが起業したいと思う、いや金持ってるのは年取った層なんだから、年取った層が自分で若い人雇えばいいんじゃないですか？なんで若い人が起業しなきゃいけないですか？若い人じゃ起業しなくていいんですか？したければすればいいと思いますけど。ひろゆきさんはでも今2チャンネルは起業だったんですか？それとも、いや、あれ趣味ですけど。で、起業はしていない今も、まあ、会社は大学の時作りましたけど。起業しましたよね。その会社は今どうなったんですか？ペーパーカンパニーとして細々とやってますけど。じゃあ起業、じゃあ若い人たちはすればしたければすればいいという発想ですか？当然。では逆に、じゃあ今起業にする人たちが、例えば堀江さんがまあああいうことになって結局起業ブームとか一回あったけれども、こう何て言うんでしょう、起業してもなかなかそれがうまくそのビジネスにつながらないとか得じゃないみたいな風潮が出てしまってるような印象が私はあるんですけど、その風潮がどうこうじゃなくて、儲かるんだったら、まあ、例えば年取ってる人の方が社会経験もあってお金持ってるわけじゃないですか。だから年取った人が起業すればいいだけで、なんで若者に起業させようとするのか分かんないですけど。起業しなくていいということであれば、逆に若い人たちはずっとその高齢者の人たちが作ったビジネスの下で粛々と仕事をしているといいんでしょうか？起業したければすればいいと思いますし、起業したくなければしなくていいと思う。それは選択の問題なので、若い人が勝手に決めればいいんじゃないですか？ただ若い人たちが今起業する自由っていうのがどんどん減ってきてると思いますか？自由はあるんじゃないですか？例えばなんか起業を制限する法律とかあったらそれは自由はないと思いますけど、でも年齢制限ないじゃないですか、起業って。実際に規制とかが日本の場合はかなり高いですよね。年齢による規制はないですよ。年齢による規制ではなくて、新規ビジネスをやろうと思った場合に、少子化で何かを始めようとした時に、例えばアメリカと日本で比べた時、同じビジネスアイデアを持ってた時、どっちの方がエンジェルが集まりやすいかというと、いやでもエンジェルなんか集まるのってほとんどないですよ。日本ってその中小企業10万社とかありますけど、エンジェルつきましたって多分1000社もないと思うんじゃないですか。エンジェルがない、少ない例を出してなんかあたかも言われるとちょっとどうかなと思うんですけど、エンジェルではなくて、例えば1000万円ぐらいの資本で、例えば起業した場合にどうでしょう？それはもうほとんどハードル同じということですか？1000万円持ってるっていう時点でもう若者じゃないと思いますけどね。じゃあ借り入れにしましょう。借り入れ、1000万円借り入れる若者なんていないですよ。ですよね、そういう話ですよ。だからみんなエンジェルを探したり VC を探したりしますよね。いやいや、そんな今日本にある会社で、ね、VC とかエンジェルで作るなんてほとんどないですよ。あと死ぬ気で貯めますよね。数社の小資本で数百万円とかを貯めて、今小さな事務所を借りたりして、コストセ会社入って、例えばじゃあなんか会社の仕事をやって、その職種とか知り合いとか取引先を連れてって独立するとかありますけど、何もないところで1000万集めて会社作りますが普通ってちょっとおかしくないですか？普通とは言ってないですよ。ああ、だからそれを例として出すのはちょっとずれてると思います。じゃあ逆にですね、一般のその企業勤めをして何かビジネスチャンスを見つけて、その賛同者を募って独立をする、このパターンはまだまだ今までと変わってないということですか？それが一番安全じゃないですか。だってもともと回ってるその職種取引先お客さんがいて、それをずらすだけじゃないですか。でもその中で、じゃあもう少し議論を変えますと、ここ20年間で例えば新しいベンチャービジネスとして立った会社で、例えば企業時価総額が上位何十社とか見ますと、ソフトバンクぐらいしか新しい会社として立ってないわけですよ。それはそれでいいんですかね？だって孫さん優秀ですからね。あんな孫さんほど優秀な人いないですよ、あんまり日本に。でも逆にある程度アメリカとかに比べますと、やっぱりその新陳代謝が遅いという傾向があるわけですよ。それはもうそういうものが仕方ないと。いや別になんか新陳代謝が、要はいい商品を作ってたらお客さんは買うけど、お客さんがいらないから買わないわけで、でそれは別に社会がどうこうじゃなくて、必要なものを作ってないっていうだけの話だと思うんですけど。でも必要なものを作ってないので、若者の起業が少ないからという問題ではないということですか？切り分けて。だって需要があって、それを老人が作ろうが若者が作ろうが、欲しい人は別に作者が誰かなんてどうでもいいじゃないですか。今だってシャネルの商品のシャネルのデザイナー誰かなんて分かってないで買ってるじゃないですか。じゃあ日本はなぜですね、そういったような成長が、新製品ですとか、あるいは企業ですが成長ができないんでしょうか？大企業が優秀だからじゃないですか。誰かなんて分かってないで買ってるじゃないですか。じゃあ日本はなぜですね、そういったような成長が、新製品ですとか、あるいは企業ですが成長ができないんでしょうか？大企業が優秀だからじゃないですか。
そう、若者が作らなくても、そこが多分ね、議論の私の価値観の違いなんです。私は大企業がちっとも優秀じゃないと思ってるんですよ。大企業は商品毎年出してますよ。例えばポッキーとか毎年変わってるじゃないですか。正確に言うと大企業は優秀なんですけれども、ある程度の一つの枠組みの中での競争ではものすごく優秀なんですが、そのサラリーマンとしての、その枠組みを超えたようなビジネスが出てこないのが日本の停滞の原因だと思ってるんですが、缶ジュースっていうのを若者が作っても大企業の作った缶ジュースの売り上げ上げられないと思いますよ。若者はでも大企業の中でビジネスアイデアをもっともっと採用されて作ってもらう方法が必要ですよね。それでもいいですし、別にその大企業の缶ジュースよりもいい缶ジュースを作れる若者がいれば、それは缶ジュース作って売ればいいと思うんですけど、でも缶ジュースの市場に参入するのにそれこそ100万200万って全く無理ですよね。はいはいはい。その場合にだってできないじゃないですか。いやでも缶ジュース自体は結構作ろうとも安く作れますよ。でその別に日本中に配ろうと思わないで、じゃあ知ってる証券の中とか知ってるコンビニに入れてもらうとかっていうので徐々に広げることは不可能ではないと思います。でも1本はね、例えば缶ジュース120円ぐらいですよね、はいはいはい、で原価率考えて、まあ、1本儲かってディストリビューション考えてせいぜい50円60円がマックスしか儲からないと、それをどんなにそれこそ何万本という単位で売らないとできないことを考えると、やっぱり今現在若者が小資本で缶ジュースに市場に入るというのは現実的な回ではないですよね。まあ缶ジュースは例としてはしましたけど、それだったらじゃあやっぱ大企業がその大資本で安く提供できてるわけだから、大企業の商品政策能力って高いからすごいよねって話でいいじゃないですか。でもその割にはだってみんな缶ジュース安く美味しく飲めてよかったと思ってるわけだから、ちょっと分かってきたんですけれど、はいはいはい、要はですね、ひろゆきさんそんなに社会全体の仕組みとか構造とか、あるいは何がどういう因果関係があってどういうふうに動くみたいなことってあんまり興味ない。いやでも僕今因果関係で説明してると思いますけど、因果関係ですけど、じゃあ本当に若者は今現在の生活に満足していて、今別に満足してるかどうかと、日本の中で幸せで、日本で起業しなくても幸せで、多少失業率が高くても幸せで、先生すいません、はい、起業しないと幸せになれないんですか。起業はちょっとほっといていいです。じゃあ若者は今の現状の中で幸せなんでしょうか、うん、自分が幸せだと思う選択肢を取ってるだけで、起業するっていうのはその幸せになる選択肢ではないというだけだと思いますよ。でも今現在若者、いわゆる若年層の人たちというのが閉塞感を感じてるというような、それ年取ってる人も感じてるんじゃないですか。じゃあこれはなぜですか。だって世界経済不況じゃないですか。でも日本だけが特に不況ですよね。特に不況ってその感覚値の問題なので、数値の問題として、いや、経済としての不況は確かに数字になりますけど、そのじゃあどれくらい不幸なのかっていう不幸さっていうのは個々の主観の問題なので、不幸さも全部これ統計データを取る限り、日本はさまざまな幸福度調査において必ず下位ですよ。それはだから本人たちがそう言ってるだけで、じゃあそのジンバブエの人と比べてどっちが幸せかって言ったら、割と日本の方が幸せだと思いますよ。そこも確かに議論であって、例えばジンバブエに対して日本は食料供給も政治供給も安定しているにもかかわらず、同じぐらいのいわゆるその OECD 諸国に比べて不幸せなわけですよ。そのなんか要は不幸せだというふうに言いたがる人種ではあると思うんですよ。じゃあ実際その10代の人が携帯電話持って、でなんかバイトして結構なんか10万円ぐらいするカバン買ってみたいのって他の国ではありえないことじゃないですか。でもそれに対して驚きもしない。でじゃあその女の子が夜中の12時に街うろうろ歩いてても別に襲われないし、うわ襲われるよ大変だよともならないっていうのはすごく幸せなこと でそれは世界中日本でしか起きないことなんですけど、でもそれが幸せだって日本の人知らないじゃないですか。でも幸せっていくつかファクターがありまして、昨日より今日、今日より明日がより良くなるとか、自分の能力が自分 その最大限に発揮をされて、それに対してまさしく家族ができて友人ができて社会が喜んでくれるとか、そういうさまざまな私たちの幸福度を左右する要素というのがあるんですけれども、そういうものに対してあまり少なくともここ10年20年を見た場合に若者たちの状況が良くなっていると思えないんですけれども、そもそもそのファクターが勝間さんのファクターで、他の国だと死なないとか襲われないとかっていうレベルから幸せが始まってるのに、日本ってそれは当たり前だよね、でその上って話になってるから、だから OECD 諸国と比較してるんですよ。ジンバブエと比較してないですよ。 OECD 諸国でもじゃあオランダ夜中に女の子一人で歩いてたらやっぱり危険だって言われますよね。まあ、それはオランダの場所によるでしょうけどね。日本で歌舞伎町でも女の子一人で歩いてても別にそこまで気になって言われないじゃないですか。でもその分それは安全の方にですね、コストをかけていて、他の例えば安全をぎゅうぎゅうするとそのアントレプレナーリーダーシップであるとかで規制の方がですね、弱くなるわけですよね。じゃあそれは全てある意味、まあ、日本人の選択であって、まあ、政治をそういうふうに選んじゃってるという判断でいいんですか。僕は水と安全が確保されているということが大事で、であとは別になんか
給料が低いとかっていうのは生きていく上ではそこまで重要な問題ではないと思ってるんですよ。でも給料低いと少なくともその所得に対しての幸福感ってのは結構大きくて、だって経済の問題より水と安全っていう命の問題の方が先じゃないですか。それがクリアできてるだけで日本は結構優秀だと思いますよ。でもそれを何十年も前からクリアできてるわけですよね。でも他の国クリアできてないじゃないですか。アメリカだって今皆保険になるかどうかでようやく揉めてる段階で、でもそれを他の国と比較をした場合に幸せだから、じゃあ10年前20年前よりも不幸せでいいという議論になっちゃうんですか。それも構わないと思うんですけど、そんななんかいつでも世界中の中でトップレベルで幸せにならなきゃいけないっていう方がおかしいと思います。なんかすごくね、私なんかね、今日ね、すごく私ね、いろんな人とこれまで散々対談してきたんですけど、はっきり言って延べね、多分100人ぐらいなんて一番やりにくかったんです。ありがとうございます。本当にやりにくかったんです。すいません、なんか社会経験足りなくてで、やっぱり何が原因かなっていうのをこう考えてたんですけれども、はい、まあ、あのですね、僕の能力不足のせいだと思います。何か言った時に対してすごくそのひろゆきさんは防衛して、それに対して反撃する、しかもそれを見下すような反撃なんですよ。これがね、何かってね、夫婦喧嘩と全く一緒なんですよ。夫婦喧嘩の仕組みが、僕が勝間さんのこと好きなんだ。違う、夫婦喧嘩ってどういうことかというと、はい、お互いのこうポジションを取って協力をしようというよりは、どっちの方が自分の関係性においてなんかいいポジションを取ろうとするという形でですね、このお互いの上げ足取りじゃないんですけども、僕質問を結構してると思うんですけど、でもその質問の仕方が明らかに僕の方が正しいんだけど、あなたが言ってくると間違ってないみたいな、こういうように聞こえるようなニュアンスの質問をお互いにしちゃってるんですね。だからその結果としてどんどんですね、この議論が先鋭化していくんですよ。お互いにしてるってことは、じゃあ勝間さんの実は僕と同じタイプってことですか。違います。それを誘導しちゃうんですよ、お互いに。それをお互いがやればやるほど。なのでその相手のことを理解した上で、ちゃんとした事実を中心にこう議論をしていかないと、価値観とニュアンスの中でお互いのことを言いたいことを言うと、こういう対談なんだなっていうのが私がすごく今日、僕事実の話をしてると思うんですけどね。先ほどお二人の対談でも幸福度の話出ましたけれども、日本はこの調査からすると半分より下の90位という結果なんですけど、そうですね、いろんな調査なんですけど、大体真ん中よりちょっと下ぐらいに出てきます、はい、ちょっとこれはなぜこんなに低いのかなというのを感じるんですけれども、一方でデンマークは他のいろんな幸福度調査でも常にトップランクに位置しているので、どういった要因があるんでしょうか。やはり格差というのは実は一つの大きな要因でして、日本はいわゆる先進諸国の中でアメリカに次いで格差が大きい国なんですよ。貧困率も高いですし、例えばメディアをやってる人たちっていうのは日本の中の比較的幸せな人たちしか多くないので、あんまり全体的にあれ他の国とそんなに大差があるのって感覚になってしまうんですが、実際にこの幸福度の調査を見ますと、先進国で幸福度が高い国というのは上の方にザーッと人が集まってるんですね。10、9、8みたいな10点満点つける人が多いんですが、日本の場合は7、8、9につける人が多いんですけど、1回下がって5、4、3とかにまたつける人が多くて2個分になってるんです。これがまさしくよく言う勝ち組負け組みたいな状況でして、この勝ち組の人たちの本当税金を増やして、こっちの負け組と言われている人たち、言葉は良くないんですが、これを再配分するような仕組みを作らないと実は幸福度は上がらないんではないかというのが私の大きな仮説なんですが、27日に発表されたあの内閣府が発表した国民生活先行度調査、はい、これ10段階で分けて林もね、はい、実際にちょっと、あ、そうですか、まあ、私の数値は7だったんですが、ちょうど平均ぐらいですよね。正直今の現状本当満足しているというか、何も不自由はないんですけども、こう性格的にというか日本人の国民性もあると思うんですが、銃をつけられないという向上心みたいなものもあるのかな、もっと良くなるかもっていう気持ちがあって7っていうのをつけてしまったのもあるんですけども、まあ、その場合ただの7とか8に集中すればそれはそれで国民性の違いで説明できるんですが、二個ばるっていうのは二極化してるような感じ。そうなんですよ。これひろゆきさんは10段階で表すと幸福度、僕10じゃないですかね。あ、何に対して幸せだって感じますか。割と今楽しく暮らせてるので。あ、これ勝間さんは。私は9ですかね。あ、でも高いですね。自分としてはそんなに実はすごく不幸せなことはないんですけれども、ただ自分たちの子供のこととか社会のことを考えるとまだまだやらなきゃいけないことがあるので、そのこの2コブが1コブになって上の方に上がっていったら10になるかなと。
まあ、でも今後私も例えばいつか結婚して子供持ちたいと思いますけど、あの子育てし終わった後にちゃんと今のポジションに戻れるかという保証はないですし、保証を仮にされててもそれをやりこなせるっていう自信がない、そういう将来のことを考えるとやっぱり10というふうには言えないなというふうに感じてしまうんです。そうなんですよね。 M 字カーブと呼ぶんですけれども、はい、いわゆる子育て中に就職を辞めてしまう女性がやはり日本の場合際立って多いんですね、はい、でそれがおっしゃる通り子育てが終わってスッと戻れればいいんですけれども、戻れる環境にないのがやはり幸福度を下げている要因の一つになってます。なんか旦那に稼いでもらって家でダラダラしてれば幸せじゃないんですか。いやでもやっぱり社会と関わっていきたいというのは私は感じるんですけれども、まあそりゃ家でこうゆっくり優雅に過ごすのもいいかなと思いますけど、それだけだとちょっといろいろ寂しいかなというふうに私は感覚的には思いますけど、へ、僕はできれば働きたくないですけどね。あ、そうですか、はい、でも不安になりませんか、働かなくて友達と遊んでればいいじゃないですか。もうどこから収入が、まあその収入があればで、収入がないから働くわけですけど、そうなってしまいます、ね、それはなんか旦那とかが稼いでくれればいいな、まあ、あと収入以外に自分が人に役に立ってるという感覚が働くということですから、それも合わせてですね、やっぱり遊び以外の要素となりますよね。さあ次回はですね、プレミアムゲスト株式会社藤巻ジャパン代表取締役社長藤巻武さんをお招きします。非常に楽しみです。今日は西村さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。失礼いたします。